んにちは、モケモケです。シラミネです。今回はクエスト出陣地底火山の果たし合いを攻略したいと思います。このクエストではディノバルドの修行が目的となります。今度は地底火山でディノバルドか。前回はアグナと地底火山で戦闘でしたが、今回はディノバルドになります。起伏に富んでいるから面倒そう。それでは今回の装備とスキルを見ていきましょう。今回発動するスキルですが、サムサムコウ、見切り1、回避距離アップとなります。いつもの構成。それではクエスト、出陣、地底火山の果たし合い、行ってみましょう。今回は初期マップでいきなりディノバルドと対面です。すっ飛ばしなく戦闘が始まった。クーラードリンクや弾薬の装填等準備をしないと。ふう、無事ペイントもできたので一段落です。一仕事終えた感がしてるけど、ここからが本番なんよ。そうでした。それではディノバルドとの戦闘を見ていきましょう。初っ端からアプケロスにターゲットを定めてそうなんだが、私はアプケロスには恨みがありますが、ディノバルドも恨みがあるんですかね。跳ねられた。やはりアプケロスは嫌いです。あ、今度は噴火に巻き込まれてるぞ。アプケロスのせいで戦闘のパターンがめちゃくちゃになってます。言い訳してないで戦闘に戻れ。はい、さっきまではひどい状態だったけど、一応安定してるね。地底火山のマップでは比較的広くて傾斜のない場所なので、まだ戦いやすいですね。その代わりアプケロスがうろついてるけどね。アプケロスはもういいです。ここで時を飛ばします。現在5分張りです。ディノバルドは狭いマップで暴れていますね。至る所が爆発しよる。狭いところで尻尾振り回すから危険。狭い場所で段差もあるので動きつらいです。でも攻撃もちゃんとできてるね。重粒子特有の粘着質はありますが、立ち回りは安定しています。おや、エリチェンのようですね。また時を飛ばしましょう。引き続き5分張りです。また狭いマップで戦闘しています。危な、ちょうど間に挟まる形で回避できた。ギリギリでしたね。
ところどころ危険な感じがするな。まだ致命的なポカがしていませんが、やはり狭い場所での戦闘なので、徐々に削られていきますね。スーパーノヴァが直撃した。うまいタイミングで当てられましたね。そしてどうやら疲労状態になったようです。こいつはチャンスだ。このまま追撃を加えましょう。向こうもエリチェンしてしまいました。残念。また時を飛ばします。一気に20分張りです。先ほど一瞬の油断から一落ちしました。居合みたいな感じで切られてる。やはり油断できない相手ですね。着地点にちょうど着弾したね。綺麗に決まりましたね。お、足を引きずりました。追い詰めたね。また時を飛ばします。引き続き20分張りです。ディノバルドは寝ていますね。チャンス。このまま捕獲で終わらせましょう。無事捕獲完了です。タイムは24分16秒でした。意外と20分張りで終わったね。地底火山での戦闘は長引くと精神力を削られるので、早めに終わらせるに限ります。マップがやりづらいんよね。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。